どうも、ジュガルです。エルルが 3DS で、団員対戦したいと思います。とりあえず団員対戦して、すれ違い通信で、すれ違いたいんですよ、いろんな人と。な、すれ違いたいので、まあ、すれ違い、狙いと、たいと思います。診療で行きます。でね、診療をね、ちょっとね、一回行動にしたかったんで、診療を。スカウト、もうスカウト役に使おうかなと思って、スカウトで、診療だと一発絶対 40% 超えるっていう、のがあるんで、で、4回コードであれちょっと時間かかったんで、1回コードにしたら、一発で 40% 与えれるんで、そうしようかなと思って。で、セバスチャンを見た時にアンカーナックル強かったら、とりあえずアンカーナックル診療を作ってみようと思って作りました。診療極み。って感じですね。こいつ作ってます。チームセットアップで。とりあえずメンバー、あれで、お気に入りいらんかな？とりあえず、よし、オッケー。これでいきます。診療だけでいきます。能力はね、とりあえずね、まだ弱いんですけどね、まだね、レベルマックス上げたけど、能力がまだ乾燥してないんですよね。HP が多分あと500ぐらい上がったりとか、素早さも多分何歩か上がったりとか。まあ、まだなんですけど、とりあえずスキルは、こんな感じで、とりあえずステイアップスキルだけばっかつけてます。で、アンカーナックルだけ覚えさせて。で、能力はまあ、あんまり大したことないと。まあ、これどこまで強いかよくわからないんですけど、まあ、とりあえず武器も弱いんでね、まあ、弱いとは思うんですけどね。まあ、やってみようと思います、これで。まあ、負けたら負けたら全然いいんで。まあ、スカウト用なんでね。とりあえず対戦で探します。鍵ですね。鍵持ってる人を探していきます。すれ違い目当てなんで。お、審査見つかる。世界の雲の塔の鍵。行こう。行っちゃおう。ダイヤモンドスライム持ってますね。まあ、とりあえず行きます。すれ違おう。すれ違いまくろう。ということで。さて、この診療はどういうダメージを食らわすのか。初めてなんですよね、このアンカーナックル使うの。実戦で。まあでもそんな多分大したことないと思うんですよね。全体に500くらい、500はもっと食らうかな。わからんけど、とりあえずバイキルト使ったらもっと強いと思うんですけど、バイキルトが発動しなかったら多分大したことないですね。もちろんのことし、アンカーナックルでいこう。アンカーナックル一筋でいくぜ。おー、強い強い強い。ミドルは強し。強い。だが耐えるぞ。一旦耐えればいいんだ、一旦。一旦頑張れ。よし、一旦耐えるぞ。オッケー。耐えたアンカーナックル、ズドン。どれぐらい食らうのか。おー、まあ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 。弱い。そこまで強くなかった。やっぱここにバイキルトとかがいるますね。バイキルトとか、その何やろ。あとまあ攻撃がちょっと低いんで、もうちょっと攻撃アップしたりとか。お、ギャンブルカウンター、ズドン。ズドン。ポポポポポン。倒したぜ。開破山。サシュ。強い。開破山強い。3回行動これ。あいつ強くないか、ちょっと。異常に。ベホマズン。おー、やば、回復量。半端ない回復量。あ、これ死んだっぽいぞ。まだまだですね。うん。もっと攻撃に特化する必要があるかな、やっぱり。うん。多分攻撃力ね、1500から2000ぐらいは欲しいんですね、多分ね、これね。必要なんですね、多分これ。まあまあ、とりあえず負けても全然 OK。すれ違ったんで、多分。これ危険しない限りはすれ違うみたいなんで。だから危険せずに、バトルを終えていくと。よし、もう一回行こう。すれ違いまくろう。よし、マグルで勝てればいい、一回。そんな感じでいきます。ん？あ、鍵持ってない。鍵持ってない場合は、やめときます。もうね、鍵が必要なんですよ、僕には。え？対戦教室とダイヤモンドがマイナス1されます。よろしいですか？あ、まあいいわ。1ぐらいいい。オッケーオッケー。ただ、鍵欲しいわけよ、俺は。とにかく、すれ違わないとね、夢見る卵が進化しないんですよね。だから、すれ違いたいんですよ、僕は。とにかくすれ違いたい。たくさんの人とすれ違いたいと。パンチョ。お、本当の貴族の廃墟の鍵、行こう。よくわからん。なんか、かっこいいぞ、おるぞ。ダイヤモンドスライムと？何や、あいつ。なんだ、これ。なんか、モンスターハンターのラージャンみたいな感じ？ラージャン的存在？
何こいつ何こいつ何こいつ、かっこええぞこいつ、なんかかっこええぞ。ラージャンおるとラージャン。ラージャンや。ちょっとよくわからんけど、ラージャンっぽいの言いますね。なんだこりゃ。誰だ？おぉ、何こいつ何こいつ。なんか見たことあるな、なんか。なんか、何だこいつ名前。あ、思い出せん、思い出せんけど、なんか、知っとる気がする、こいつを。強魔獣メイザー、知らんかった。全然知らんかった。ほい、ほい。暴走機関、シュ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 。うおお、あ、弱っ。弱かった。案外弱かった。めちゃくちゃ強いのかと思ったら。岩石落とし。珍しい技。おお、結構食らうやん。3回攻撃、やっぱり。おお、強い。もはやアンカーナックルしかないぜ、こっちには。スイー、これもっと攻撃回数多かったよね。連続がないからあかんのか。次は連続持ちアンカーナックル持たせてみようかな。まあこのね、神竜王はとにかくあれなんですよ、スカウト要員なんで攻撃回数少なくしたかっただけなんですよね、単純に。でどうなるのかちょっと見てみたかったってのもあるんですけど、まあまあこれで OK です。あ、テンションはさ上がったら強いんじゃん、これもしかしたら。テンション上がってのアンカーナックル初めてやな、そういえば。バイキルドとテンションが上がってからのアンカーナックルが見たかったやんな、俺は。もしそれが強いならね、いきなりバイキルトっていうのをつけて、スキルで、スキル特性でつけて、やれば、結構強いんじゃないかと思うんですよね。お、めっちゃ HP 回復するやん。そこでアンカーナックル、ズドン。お、強い強い強い。お、結構強かった。テンションが大事なんか。ってことは、テンション上げたり、攻撃力上げたりするやつを使えば、結構アンカーナックル。強いんですね。あ、全然ちゃうな、テンション。暴走機関じゃ欲しいな。うん、暴走機関も、あ、でもいきなりバイキルドがあったらいいかな。やっぱバイキルドが安定してますね、やっぱね。雑種。アンカーナックルだけを放ち続けるという。もはやもう。ん？あれ？アンカーナックルさ、アンカーナックルじゃなかった。おお、アンカーナックルしろよ。秘めたる力、シュ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 。あ、でも死んでまう、その前に。その前に死んでまう。岩石落とし、ズドン。おお、痛い。岩石落とし強いな。あのセバスチャン並みのアンカーナックルを話したいんですけどね。前食らったあれ並みのアンカーナックル、全体に1500ぐらい食らす。あいつ攻撃、あ、バイキルドあいつかけとったんか。バイキルドさえかければ多分だいぶ変わると思うんですけど、こいつ時々バイキルド発動してくれないんで、うん、それをちょっと、いきなりバイキルドやっぱいるな。まあでもとりあえずすれ違ったんで OK です。ん？ダイポイントがマイナス5ポイントされた。これ負けたらダイポイント減るんか、これもしかして。なるほど、なるほどね。まあええか。でもほんと強い人しかいないですね、これね。淡い騎士の洞窟の鍵。おう、これ行こう。お、これのすれ違い目的っぽいぞ、なんか。おう、ええやん、行こう。行ってみよう。よくわからんけど、行こう、とりあえず。こういうすれ違い目的の人と、やると。やっとくと。まあ、たくさんすれ違うに越したことないですからね。すれ違いまくるということです。うん、そい。キングスケ。ほい。ドン。ドン。しょばり。でるでん。おお、これの方が早いな。俺もこうしようかな、じゃあ。すれ違いし、
専用にしようかな、じゃあ。そっちの方がいいんすかね。すれ違い専用のパーティー作って、弱いやつで、あれすると。そっちの方があれですね。いいかもしれないですね。まあ、ちょっと今回はまあもうめんどくさいんで変えるの。とりあえずこのまま行きます。鍵は？お、鉄条の鍵、行こう。行こう。すごい顔しておるな、この人。船長って感じ？コビーみたいな感じ？ワンピースの。スーパーキラーマシンと悪魔の書。世界の鉄条の塔の鍵。もう鉄条って確か前、キングスペイドのやつですね。結構強かったりするかもしれないんですよ。行きましょう。お、見れる。情報が見れるぞ。もうライブラリ見れるんや、これ。お、すげえな。これ相手のライブラリ見れるんですね、これ。じゃあ。で、ライブラリがマックス近い人を見つければ、それとの人はめちゃくちゃ強いってことですよね、まあ。駆け出しました、竜。でまあこれ、新竜を一回行動にしたことによって、あれなんですよね。スカウトが多分楽になってると思うんで、そこはまあ、かなりね、熱いかなと思ってますね。スカウトだいぶすると思うんで、今後、巡り合いの陰でまあしていくときに、4回行動あれ長いんですよね。アクションがね。いち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 、あいつね。まあ、それ一発でやってくれると。時間がかなり短縮されるんで、熱いと思ってます。うわ。サグ、倒せ。倒せ。雑種。おー、いいね、いいね、いいね。おー。お、スタンバーおる。まあ、そりゃそうか、スタンバー普通おるか。お、バウギアさん。銃を激烈しよう。シュ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 。ダブルイタ欲しいな、ちょっと若干。かっこいいですね、ダブルイタ。こいつかっこいいな、ダブルイタ。ジゴデイン。痛い痛い痛い。痛いじゃねえか。メラガイアー。どうぞどうぞ。ギガブレイク。どうぞどうぞどうぞ。からのアンカーナク。雑種。おお。死んでない。死んでない。お。おう。バイキルドかかってからね、攻撃見たかったよ俺。ちょっと見せてくれ、バイキルドかかってからどうなるか。ちょっとそれを見せてくれ、俺に。バイキルドしたら、どうなるかが知りたかったんですよ。強い強い強い。あかん、死ぬかも、これ。耐えれへん、耐えれへん、耐えれへん。お、いけるかも。耐えてくれ。強い、これ。これ強いからな。おぉ、強っ。ギガブレイク。これ何分くらいだったっけ ?200 ぐらい。お、ミス、ナイス。よし、じゃあ、バイキルド、お、まだ ?3 回行動、こいつ。何何やられた。くそ。じゃあ、バイキルドしてからの攻撃見たかったんですよね。どれが暗いのか。それを見たら、いきなりバイキルドつける価値がわかるんで。バイキルドからの、アンカーナクロ、いつかちょっと決めたい。ダイポイントがマイナス5されました。ダイポイントがどんどん下がっていくけど、まあ、どんどんね、すれ違っていくから OK です、これで。よし。行こう、もう一回行こう。ちょっとアンカーナックル決めたいな、バイキルトの。バイキルトナックル決めたいな、ちょっと。お、アキラさん。世界の雲の塔の鍵。お、ブイロン持っとる、行こう。よし。行きましょう。お、27.3%。ほうほうほう。まあ、とりあえずね。鍵は持ってて損ないんで、とりあえず持っときます、いろいろ。まあ、どれがどうか分からないですね。まあ、世界の雲の塔の鍵は多分これ、金ですね。ててててて。プロフェッショナル。ブイロン VS 新竜王。開幕。てて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 けてけ。ブーロン初めて使ってると見ましたね。
時々バイキュルト来い。あー後編ダウンウォール、おーきついきつい。スクルト、何もう終わったぞ多分これ。ダークマシャー、よしよしよし。メラガイア、これ結構きついな。メラガイア、ひたすらにアンカーだけ弱い。スクールドやばいなこれ。ドラゴンバーン、時々バイキルドが欲しいな俺、うん、バイキルドがあったらねいいんですけどね。メラガイア雑種500と効くな、実に効くな。ひたすらにアンカーナックルをする人生、それが我が人生だ。よし、お息を吸い込んだからの絶対レード、これ結構効く効く結構効くな。ダークマシャードン、メラガイア、これもだいぶ効きますからね。シュバイキルトかけて欲しかった。ちょっと3回も攻撃したらバイキルトなかなか発動せんな。時々バイキルト、時々バイキルトが発動しないっていうのはやっぱあれですね、いきなりバイキルトの方がやっぱいいんでしょうね。あれね、いきなり発動するから。よし、まあ負けよう。まあ負けても全然 OK なんで、とりあえずそれはすれ違いたかったと。秘めたる力、シュ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 、周りにハイテンションやばいな、周りにハイテンションいいな。息を吸い込む、シュー、さらにこれアンカナック食らしたらめっちゃ強そう。やけどその前に死ぬんやな。ええ時に死ぬからなこいつ、いつも。ええ時に死によるからこれ。結局。シュ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 。トゥイントゥイン、勝負あり。トゥ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 。あ、わかった。あれや。死んでからも、死んでもなかなかそのターンの最後に死ぬっていう、あの特性をこいつに持たせれば、ぴったしアンカーナックルと。あ、そういうことか。あ、そういうことですね。こいつに、あれ持たせればいいんですね。亡者の嘆きちゃうなやったっけな。亡者のなんかってやつ。あれを持たせると相性いいですよね、多分。で、後半戦にスタンバイに置いといて、後半戦に出すと。で、秘めたら力発動するから攻撃力アップすると、勝手に。あ、それいいっすね。あ、そうやな、これ。じゃあ、こいつ、じゃあ、新生配合であれ持たしたら強なるな、これ、一気に。そういうことになりますね。まあ、とりあえず、それは置いといて、とりあえず一旦これで終わろうと思います。まあ、結構すれ違えたんで、個人的には満足してます。こんな感じで、まあ、すれ違い通信のために、まあ、対戦も、何回かしていきたいと思います。あと、まあ、新竜をね、もう一回じゃあ、ご新生配合して、亡者のなんちゃらつけようかなと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。